はい、前川です。いつも動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日はですね、治療院経営のマーケティングの、ね、話とはちょっと違って、まあ、お話していきたいなと思っています。今日はですね、僕、とあるホテルに来てるんですけども、ホテル日光サイゴンっていうところに泊まってるんですね。実はベトナムに来ています。5日かな、ベトナムに滞在してこちらでビジネスの準備を始めているんですけども、なぜ僕がそうやって今海外に展開を始めているのかっていう話をですね、ちょっと真剣にしていきたいなと思います。でなぜこうやって日本から出てやってるのかっていうと、本当日本の状況がですね、大きく変わりつつあるなっていうのをすごい感じてまして、感じるでも僕みたいなね、その一つの店舗やってる人間からしたらそんなにもしかしたら関係がないのかもしれないし、もしかしたらものすごく関係があるのかもしれないし、その辺は実際問題、その時が来ないとわからないんですけども、僕自身やっぱりその店舗ビジネスっていうのはやっぱり今後日本ではとても厳しい、大変な、ビジネスになっていくんじゃないかなと思ってて、それなら何か僕が道を作ることによって店舗ビジネスをしている人たちにとって何かこう希望を与えれるようなですね、ことができたらすごい自分としてもやりがいがあるなと思って、いろいろ考えて今動いてるんですね。で、今回はこのベトナムっていうところに来て、ベトナムはすごい社会主義国家なので、やっぱりちょっとどうなるかわからない部分は多々あるみたいなんですけども、今すごい成長を見せてる国なので、やっぱりここでですね、その日本の技術っていう部分をやっぱ展開していくっていうのはすごいこうビジネスとしてチャンスがあると思ってるんですね。やっぱり求められてるんですよ、すごい。でもなかなか、こちら展開するのは難しかったりとか、あとはやっぱり日本の方、特にその僕たちみたいな職人気質の人たちっていうのはもう日本国内でしか考えないじゃないですか。最近でこそその国内、日本全国を証券としてビジネスを売っている、セミナー講師さんとかですよね、とかは当たり前になってきてますけども、以前ってそうじゃなかったですよね。もう自分の地域だけの証券でビジネスをしていた業界じゃないですか、僕たちの治療業界って。それは本当にここ5年10年で一気に証券が外れてきて、もう日本全国ってなってきて、やっぱりこの先どうなるのかっていうと、証券がもっと外れていくなと思ってるんですね。でも今いろいろね、美容の世界とかで言われてるのはビンバウンドとかね、いう言葉が生まれて、まず海外の人を来て集客して、そこで、施術をしたりとか、教えたりとかするっていうのがね、これから流行ってくるよっていうことが言われてるんですけども、治療とかもそうなんです。マッサージとかすごい、レベルが高いと言われてて、受けに来たがってる方がすごい多いんですね。で、それインバウンドいう形で、今後流行ってくるよみたいな話がなってるんですけども、インバウンド流行ったら絶対アウトバウンドが流行るというか、流れ的にそうなっていくんですね。なのでその部分で僕はちょっと一足早く、展開できたらどうかなと思って今来てます。で、僕みたいな一個人がですよ、その世界でビジネス展開なんてやっぱりなかなか難しいです、正直。だってベトナムでそうやってね、いろいろやろうと思ったらすごいお金かかるし、僕はベトナム以外でもですね、この動画と6月なんで、7月にもマレーシアに行ってもう準備に入るんですけども、海外でビジネスしようと思ったらね、最初法人作ってとかで何千万とかかかってきたりとかするので、やっぱ個人でやっぱりなかなか難しいですよね。だからこういろんな方とタッグを組んでやっていくっていうことがすごい大事になってくるんですけども、僕自身もやっぱり僕がそこに入って、その僕が関わってこの展開をしていくことによって、僕と同じ一人治療院経営者の方がやっぱりチャンスをつかみやすくなる。やっぱり誰もやってないところやるので怖いと思うんですよ。僕も正直怖いですし、ほんまにいけんのかなってやっぱ不安になる時もあります。でも僕が実際やって道を作ったら、やっぱりそこにこう乗っかるじゃないですけども、あ、じゃあ俺もやるわ、挑戦するわ、世界戦いたいわっていう人がやっぱりどんどん出てくると思うんですね。で、治療家の方たちって本当にすごいレベルが高いと僕自身は思ってるので、ただ日本の性格というか、自分なんてとか、謙遜してるのか、ほんまに自信ないのかちょっとわからないですけども、そういった方がすごい多いので、だからね、僕が道をもし作れたら、実際作って結果を出したらですね、多くの治療家さんであったりとか、そういう店舗ビジネスの方全般なんですけどもが、
そうやって世界戦うっていうのに興味を持っていただいて、タッグを組んでやっていけたらすごく嬉しいかなと思って今こうやってやっております。で、今からまたですね、ちょっと現地の方と会うんですけども、めちゃめちゃ緊張しますね。怖いですね。うん、でもチャレンジなので、やっていきたいなと思います。そんな感じですね。まあ、なんとかとったねんっていうと、まあ、ちょっと気分を落ち着かせるためですね。はい、まあ、こんな感じで撮ってます。で、本当にすごいです、ベトナム。むっちゃすごい。もちろんまだそんなにこうすごくなってないところもあるんですけども、やっぱりね、ホテルとかはやばいですね。いいホテルはやばい。だからまだすごい格差があるんですけども、これの格差がだんだんだんなくなってくるんですね。そうなってきた時には本当にすごいビジネスチャンスかなと思うので、というか、まあ、だから今から仕込んどくっていうのがすごいチャンスかなと思いますので、行ってきたいと思います。ではまたどっかでお会いしましょう。さよなら。